な感じで入ってる。ああ、ちゃんと入ってるね。はい、皆さんこんにちは。いつまでもバイクでチャレンジ、今日はコペンでチャレンジ、シャルさんです。イエイ。はい、今日はね、何日だ、12月10日日曜日、時刻は2時40分。はい、ちょっとね、昼からっていうかバイクをずっといじっていて、それで、今日すごい天気良くてですね、気温も高いんですよ。19度あります。はい、なのでちょっとオープンで走ろうかなみたいな感じで、はい、乗ってます。ということでね、はい、コペン走らせてるわけでございますが、はい、ということでね、気持ちよくちょっとオープンカーで走らせてはいるわけでございますが、はい、ちょっと逆光っすね。いつもね、山の方にはよく行った覚えがあるんですけど、海の方行ったことねえなと思って、ちょっと高野海浜公園ぐらいまで軽くオープンカードライブしてみたいと思います。ね、乗れるものって今このコペンだけなので、コペン乗ってちょっと、はい、出かけようかなみたいな感じです。まあね、モンキー互換し CB もキャブレターが、ね、セッティングこれからしなきゃってことになると、本当もう不便があって小屋根が開いてオープンカーでよかったわみたいな感じではありますけどね。本当なら寒ければね、オープンなんかしたくないんでしょうけど、なんせ気温19度ですからね。いやいや、もうこれはオープン日和よみたいな。明日雨らしいですけどね。明日雨らしいんだけど、今日洗車機かけちゃったよ、ガソリンスタンドでみたいな感じです。はい、で、そので、今日このアングルで動画撮るのはコペン初めてじゃないかな、もしかして、もしかして。はい、まあ、どんな感じで仕上がってるかわかんないですけどね。はい、もう結構大きな声で声を張って喋ってますけど、うまく入ってるかどうかも怪しいものです、ね。今ね、左側のサイドウィンドウに吸盤でくっつけてるんですよ、アームを。 GoPro のこの撮り方面白いね。角度はスーパービュー、はい、角度というか、視野はスーパービューので撮ってるんですけどね。なんといってもこれマックスレッズモジュラーつけてるからブレがないんでいいんじゃないかなと勝手に思ってるんですけど、やっぱこう出なかれる、マイク重すぎ、マイクじゃない、カメラが重すぎ、はい、よくないね。はい、それでね、何の話しようかな。そうそう、キャブレターの CR のキャブレターの話、CB につけてる CR キャブレターの話しましょうかね。同調はまあバキュームゲージっていう4連のやつつけてやるしか、やるのが一番いいので、まあ一応最初にエンジンがかかる程度の同調は取りました。はい、あと細かいのはそうやってやるしかないんですけど、問題の夢っていうのが狂ってるんじゃないかと思っていた部分に関しては、いや、バカ狂いでした。すごいよ、18ミリからさ14ミリぐらいの間でさ、もうって感じ、うん、一番夢の高いやところでも 14.2 ぐらいで、18なんてとこがあったっすよ、低いところが17とか18とかで、おまけにさ、なんていうの、フロートバルブのとこの作動が悪かったり、いや、それはないだろう。で、やっぱり、その、あれ、どこの、リペアパーツを使ったかよく覚えてないのだけれど、安いリペアパーツ使ったら、ダメかもね。うん。キースターさんとか、そういうところの、リペアパーツならいいのかもしれない。
いや、どこの使ったか覚えてないんだよ。それでまあオーバーフローしないしいいんだけど、あんなにいい加減にこうなるっていうのも困りもんだよね、うん、ということでね、一応ね目線が合いましたな。コペンのオープンしてるもん同士が飛ばし合いました。はいで、おっさんでしたねで、まあそういうね、17、18、15、14みたいな、おいおいみたいな感じで、じゃあまあちょっと濃い夢をね、こうあんまり濃い方にすると乗りにくくなるかもと思って15ミリで一応合わせたんですけどね。はい、まあはい、そしてそれに合わせて一応エアスクリューも自分の位置戻しで始動したら、まあ、エンジンかかりましたけどね、ただまあちょっと回転持ちが悪いとか、まあそういうのはねやっぱ出ますよね。細かいセッティングをちゃんとしないとね、あれね何ヶ月かかかるんですよ、地道にメインジェット変えたりグリップの位置変えたりね、地道にかかるんですよ。一旦キャブレターの夢とかあんなとこいじっちまうと、14にすりゃよかったかと今日があった後に思いましたけどね。まあそんな感じで、現在カブレター絶賛オーバーホールセッティング中でございます。まあセッティング、来週からセッティングですね。はい、まあなんとか年内には乗れる状態にできるんじゃないかなっていうふうには思っております。まあ今でもねちょっとね不調を抱えながら走れなくはなさそうですよ。かぶって止まるってことはなさそうなので、はい、まあそんな感じで CB は年明けには初乗りなんとか行きそうな感じに仕上げますんで、はい、っていうかこの動画そのものが正月明けか、順番的にはもう年内の動画は全部スケジュール埋まってますんで、公開スケジュールが、はい、年明けですよこのお話するのはね、はい、という感じでございます。はい、コペン2台目も見ました。今白のセロを、はい、オープンしてましたね。すれ違いました。みんなオープンにするよこの天気だったら、コペン持ってる人はね、当たり前じゃんみたいな感じするよね。ロードスターも1台見ましたもん、マツダの今日みたいな天気なの、オープンにせんかったらいつするのって感じだよね。はい、到着です。 GoPro ビデオストップ。はい、ベイサイドビーチ坂に来ましたっていう感じでね、はい、たまにはこういうのんびりとしたオープンカーで走るのもよく悪くないですね。はい、という感じで今日の動画ここまでにしましょう。ではまた次の動画で、バイバイ。 GoPro ビデオストップ。